皆さんこんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌ただこすいませんご機嫌たかこ録の時間がやってまいりました。ですね、今日はこれはそうですね、お昼ぐらいに撮ってるんですけれども、この時間に撮るのはちょっと珍しくですね、まだ声がちゃんと出てないような状態で撮っておりまして大変失礼いたしました。ですね、先ほど美容院に行ってきたんですよ。で、今回はちょっとこんな少しこう巻き巻きな感じにセットアップされて、なかなか自分でやるのでちょっと上手にできなかったので、たまには晴れたしいいかなと思ってやってもらってるので、今日は巻き巻きの私でお届けしたいと思います。で、今日のテーマなんですけれども、今日のテーマは、好きな色とファッションということについてお話をしてみたいと思います。私のですね、好きな色っていうのは、お洋服っていう部分に関しては、気に入っちゃえば何でも着ちゃうので、そこのところっていうところはさておき、基本的にはですね、シルバーとか、あとはホワイト、あとはブルーとか、ボルトとか、そのあたりとか割と好きなラインナップなんですね。だからちょっと寒色で少しかっこいいっていうか、ノーブルな感じの部分の色合いが割と好きなんですね。で、パステルとか、そうですね、いわゆるイエローとか、可愛いピンクとか、グリーン、若草色みたいなのとか、ふんわりぼんやりしているタイプの色は得意ではないです。だけども、必要に応じてもちろんそういうのを着たりとかする時とかもあるし、好きか嫌いではない、色はどれも割と好きなんですけど、パッキリとしている、パッとよく目に入ってくるようなタイプの色の方が、好きかなっていうところですね。で、特に金銀パールプレゼントじゃないですけれども、金と銀とかはアクセントとかに入れていくときにも入れやすいので、両方好きです。で、アクセサリーもだから両側の方で色を持ってるんですね。ブラウン系の時には金のものとか身につけたりするし、濃紺とか、ネイビーとか、そういうのを服の時にはシルバーもつけるので、両方すごく持ってます。あと多色展開とかだったりすると、カラフルな感じのもの、ただトーンがビビットって言って割とこう色強めのタイプのものの方が私の場合多いかなっていう感じですね。昔はね、すごく地味だったので、いわゆるモノトーンですね、モノトーンの着こなしってアクセントで上手に着ないと本当単なる地味な人になっちゃうんで難しいんですけど、黒とかグレーとかベージュとかって、いわゆる無彩色って言われる部類ですね。このあたりは若い頃とかよく着てたんで、若い頃の記念写真とか見ると、集合写真とか見ると地味やねっていう感じで、すごい、だから若い人の特権なのかもしれないですね。その地味な感じでもね、よく着れるっていうのが。年齢を重ねていく上の途中で転換期があって、そういう色じゃない色とかを着ると顔立ちがはっきりしてるから似合うんじゃないっていう話を言われた後以降ですね、着てみたりとかすることになって、あ、そういう世界もあるんだっていう風になったんで、そういうの着始めるようになったんですよ。だからもともとはモノトーンとか地味な色気を切った人で、最近は多色展開ですね、パッキリした色を着るようになって、それは多分インポートを着るようになったからかなと思ってるんですよね。特にフランスのところとかのインポート、色が綺麗なのが多いので、そういうのを着るようになってからが割と色派手気な感じでガサガサ着てるっていう、そういう感じにはなりましたけどね。はい。なので、そうですね、好きな色はって一色とか聞かれるのは結構難しいですけどもね。でもやっぱり ブルーとかシルバー好きかな、っていうところですかね。あとはファッションで言うと、今は割ともう本当に鮮やかな感じの色の多色使いとかも結構好きですし、あとは例えば他の人がね、なかなかしないような組み合わせで着るとかっていうのも着てたりするので、そういう意味では個性的なのかなっていうふうに思いますね。あとは
そのパステルがね若干苦手っていう話をしたんですけども、特にですね苦手な色があります。さてそれは何でしょう。なんと今年のトレンドカラーらしいですよ、春のまあどうにか合わせられないことはないけど、やっぱり難しいなと思って見ている色があります。それは何でしょう。チッ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 チン、イエローですね。黄色難しいですよ。黄色、私のクローゼットを見てもほぼ黄色はない。オレンジはねなんとか着れるんですけど、オレンジの種類によっては。黄色はねめっちゃ難しいですよ。上手に着れる人いるんでしょうか日本人で。なかなか難しいなというふうに個人的には思ってますね。あのパステルがね似合う女性っていうのは、やっぱりふんわりしたこうね優しい感じのイメージの、 あの女性っていうのがあるんで、そういう個性ではないので私がそれもあってもともと身にまとわないっていうのもあるのかもしれないし、性格もね結構ねこうパキパキってしてるから、パステルだと優しくてぼんやりしちゃうから、そこら辺のなんかこうニュアンスとかも違ってきちゃうからなのかもしれないんですけどね。それぞれの好きな色とか、あとはまあファッション、まあ私はインテリアコーディネーターの部類でもちろんカラーもやってたんですけれども、まあ、建築の方 の、 あのカラーですよね。あと自分のあそこに生かすためのまあまあファッションっていうところでやってたりしているので、プロの人ではありませんけれども、それでもやっぱりパッと来た瞬間とかパッと見た瞬間にこう居心地がいい良くないっていう、そこの判断で決めてっている感じなので、まあ自分だけのそれじゃない意見を聞きながらやるのもね楽しいですよ。店員さんとかが前にブティックに行った時にこうどれ着ようかなってパッパって選んでて、後ろにね店員さんがいて、しつこく押し売りとかそういうんじゃなくてですよ、お客様にはこれがねすごく似合うと思うんですって言って、で私は着せたいと、だから買わなくてもいいから着せたいって言われて、その着てる姿の洋服のねあれが見てみたいからって言われて、そんで着たやつとかがね結構案外合っちゃったりする時とかあって、私は手に取らなかったんですけどね。そういうのって自分の変化とか楽しむのも結構楽しかったりするので、店員さんがそういう風に言ってきた時には一緒にお預かりして着てみることにしてみますあんまりね、そうね、やっぱ似合わないのは持ってこないですね。だから、やっぱ店員さんだよねっていう感じでやってるので、変化を楽しむっていうのがね、いいんじゃないでしょうかね。春だし、普段自分がチャレンジしてないようなファッションとかにね、また改めてこう一つアイディアとアクセントを入れてやってみるっていうのもね、いい時期なんじゃないのかなっていうふうに思ったりしたんで、今日は好きな色とファッションの話をしてみました。それでは。